薬指のセラピストさんが指を痛めないために気をつけたらいいことというテーマで話していきたいと思います。はい、じゃあちょっとマサさんもいるので実際に来たメール質問、はい、ちょっと読んでもらっていいですか。紹介します、うん、セラピストさんからこのようなメッセージ来ました。私の親指は外側へ大きく反りやすく、圧を加えるとしなります、うん、毎日強く思いっきり体重をかけすぎ第一関節などを痛めてしまいました、うん、この反りやすい指でもセラピストを続けていくのに問題ないでしょうか、うん、という質問ですね。はい、指が反る人ですね。私はちなみに全く反らないです。まあ、いろんな、ね、指の形の人がいるので、私的にはなんか指の形がだからこうだからっていうのでセラピストのに向いてる向いてない、できるできないはちょっと違うなと思っているので、まあ、その中で反り指の人が気をつけてほしいこと、もうちょっと今日は2つお話ししたいと思います。はい、はい、で早速いきますけど、1つ目が圧の重さをちょっと変えてほしいなってとこです。まあ、一般的にねリラクゼーションのチェーン店とかで働いているとよく聞くのがね、20キロ30キロあの体重を乗せなさいって言われて結構必死になってやって指を壊してるっていう方が多いので、その重さをまず1キロから3キロぐらいに減らしてください。で、まあ、そんなんでお客さんが納得するのかっていう多分戸惑いとか疑問とかはあると思うんですけど、その辺はちょっと今日動画なのでお伝えできないですけど、そもそも20キロ30キロも必要なのかっていうのを今一度考えてほしいかなと思います。うん、ね、やっぱり普通に重たいですよね、20キロ30キロ。そうですね、荷物だったらまあまあしんどいじゃないですか。でそれがお米の5キロでも結構重いですもんね。そうよね、あれで4倍ですね。どういう計算?30 キロね。4倍、30キロ、40、20キロか。ね、それが親指のこう点に乗るわけですよね。ただまあ相当な負担がかかるのはセラピスト側にもそうだけど、お客さん側にもそういう負担がかかっているっていうことでもあるので、ほぐれるっていうことも、ね、ちゃんと理解 していくと、そんな20キロ30キロは、うん、かけてしまったら体が壊れてしまうっていうふうにちょっと考え方変えてもらえるといいかなと思います。で、柔もみでも体重圧、体の重さを使って圧を入れることはしています。ただその重みが1キロから3キロぐらいっていうことです。まあ、目安で言うと手の重さが乗って腕の重さが乗ってちょっと上半身の重みがかかるようなそれぐらいの重みを乗せて、それでも十分ほぐれるしお客様も気持ちいいっていう風に感じてくれます、うん、はい、2つ目いくと今度はその圧の重さがね1キロから3キロぐらいでいけるのっていう風な疑問の一つの答えとして、圧の入れ方にもちょっと違いがあって、それも変えていくと指の負担沿ってしまうということも減ります、うん、どんな風にかっていうと、これもなんかえって言われるんだけど、押すっていう意識をやめてってほしいかな。やりたいことはお客さんの体の中にある凝っている部分、硬くなっている筋肉に触って何らかアプローチをしてほぐしたいわけですよね。だから押すではなくて体の中を触れればいいんですよ。なので圧を入れる時に押すぞっていう思いじゃなくて、お客さんの体の中に指を入れていく、中を触らせてもらうっていうような意識で触ると、1キロから3キロぐらいの重みでもちゃんと必要なところを触れるしほぐすことができるので、そういうふうにすると要は指に負担がかからなくなりますよね。で、質問にあったように圧を入れた時に指が反っていっちゃうっていうことは、お客様の体の中に指を入れれてないわけですよね。抵抗されてこっちに反発抵抗が返ってきてしまうので、それをしないように1キロから3キロぐらいの重みを使ってお客様の体の中に指を失礼しますっていうぐらいな気持ちで中に入っていくと、ちゃんと凝ってるとか硬いところ
浅いとこだけじゃなくて深いところにもしっかり触れるので、圧の重さだったりとか圧の入れ方の意識、やり方まではちょっとここで伝えきれないけど、なんか思い込んでるものをちょっと取っ払ってみると、反り指の人も指壊さずにできると思います。うん、結構反り指の人の方が反ってっちゃうから、指関節ね痛めて変形しちゃってる人もたくさん見てきてるので、うん、本当ね痛々しいし、であとは逆にね反らないと今度するとか圧が入るみたいなこと言われたりするけど、またそれも変な話だなと私思っていて。そうです、まあ、要はの、うん、意識を変えていくっていうことが重要ってことですかね。そう、まずはねマインド、なんか思い込みをちょっと外してみると、なんかセラピストさんの技術とかこう見させてもらってると、なんか押さなきゃとか、なんか痛いんですっていうので、なんか体がこわばっちゃってる人がすごく多いんですよ。それによってもうまくできなかったりとかする、こう悪循環になっているのもちらちら見受けるので、まずその思い込みを外して、本当にこれでいい、これが必要なんだっけと、もうちょっと違うやり方あるんじゃないのみたいな感じで自分をまず緩めてもらえると、ね、この仕事は本当、ね、苦行じゃないから、ね、楽しくお客さんを癒していけたらいいので、うん、その辺もかな、うん、はい、